沢木も吉沢木も吉は日本の西洋美術史や慶應義塾大学文学科美術美術史科の初代教授三田文学二代目主管筆名は沢木小学問としての西洋美術史を初めて日本に紹介しその基礎を固めるなど日本における西洋美術史研究の分野に残した功績は大きいまたミロのビーナスを日本に紹介した 秋田県小賀市出身。聖家は資産家で12歳で故郷を出た。上京して明治学院に入学したが、翌1900年には兄弟たちが通学していた慶応義塾普通部に転校した。同校では修正の友となる作家、水上滝太郎と出会う。1909年、慶応義塾大学文学部を卒業。 1912から1916年、慶応義塾海外留学生として等、美こそ神であり、神の姿を学問という理知の目で、哲学的に捉えようと情熱をかけて、真実の美を学問の対象として追求した。また、多くの美術家や出版業者を世に出すために、影の力となった。1930年、留学時代から良くなかった病が悪化し、43歳で、 肺結核のため、鎌倉市の自宅で死去した。遺骨は、横浜市の総統宗広本山、総持寺に葬られたが、現在では、郷里の旧沢木別邸に造営された、大隆寺の墓所に移されている。左より、水上滝太郎、沢木木吉、小泉晋三、松下末三郎。大正4年ドンドンにて撮影された、慶応義塾欧州留学組の姿。 1912年、慶応義塾海外留学生として等、ベルリン、ミュンヘンで、同時代の新しい芸術運動に接して、新美学を中心に学ぶ。ミュンヘンにて、画家、美術理論家のカンディンスキーと信仰を深めている。ミュンヘン大学では、美術視野のハインリヒ・ベルフリンの講義を聴講し、ベルフリンの著作、古典美術を持ち歩いていた。第一次世界大戦が勃発し、 同じく慶応義塾海外留学生として、東欧中だった小泉晋三、水上滝太郎、松下末三郎、三辺金ネらとと共に、ロンドンに移る。水上滝太郎は、ロンドン時代を改装して、一杯の葡萄酒に、白石の顔を赤く染めて、沢木君は、芸術的感激を漂白することに熱中していたという。その後パリを経て、フィレンツェ、ローマを拠点に、 イタリア美術を学んだ。英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語を自在に話したり読んだりした。投をする際、同戦した洋画家で美術教育運動を推進した山本かなえは、澤木の七回忌に澤木も吉肖像画を描いている。また、澤木がパリへ赴いた時には、島崎東村と同じ下宿先に宿泊している。島崎は、 沢木の学問に対する姿勢や幅広い知識を敬愛し、パリの街中を二人で歩いては建築談義をしたりしていた。彼は赤型長身で色白の額は広く、瞳は澄んでいた。好んで島ズボンに黒背広を着た教授スタイルは堂々たるものでヨーロッパでもなかなか外国人に引けを取らなかった。パリではヨサの鉄管、カン、ヨサ子アキコ夫妻とも交流があった。 沢木がドイツ製の羽毛布団を父親に送るために帰国する二人に託した。留学中に秋田宇釈、幼い香る、山田耕作、小牧大らとも親交を深め多くの学者や芸術家と愛知る機会を得た。水上滝太郎、小泉晋三は病弱な彼の旅行を案じたが、茂吉は死んでもイタリアにある古美術を見たいと思った。 そしてついに結婚した。その感動が彼に書かせた気候論文、美術のとは、後の日まで残るものとなった。森尾外から沢木に宛てた手紙が口絵に挿入されている。日本初のイタリア美術案内としても有用で、上田里氏に献じた。沢木はローマに入り、考古学者、浜田耕作に会い、戸籍を見て回った。二人は一緒にローマを去り、 フィレンツェ、ラベンナ、パリと会い見ることになった。沢木は帰国も浜田と一緒になった。1916年に帰国後、研究対象はルネサンス美術からギリシア美術に移った。美術師屋の八代幸雄は沢木のギリシャ美術の女神について書いたアフロディーテの脱衣について、私はこの沢木くんの優れた感覚と新鮮なる取り扱いとに、 大いなる刺激を受けたと改装している。1919年9月からは、日本美術史の滝聖一教授の計らいで、東京帝国大学に講師として招聘され、ギリシャ美術史を講じた。当時、私学の学者が東京帝大に招聘されるのは異例であった。西洋美術史研究及びギリシャ美術史講義案について、 小島菊夫は、あの講義案は、日本の西洋美術史研究の準備時代のものとしては、全く立派なものであったと言っている。水運の三た文学を再建し、長い家風の後を継ぎ9年間主観を務める。教え子に、小島正次郎、勝本誠一郎らがいる。欧州滞在期、美術史評論を発表する。 慶應義塾を今に続く美術史研究の重要拠点に育てた先駆者は沢木茂吉地である。また、ミロのビーナスを日本に紹介した。芥川龍之介が慶應義塾大学英文科の教授になりたい希望を持ち、茂地は弟子の小島正次郎を介して熱心に申し入れたが、学校側の経済的理由などで成就しなかった。芥川は、この時、以来、 沢木の聖地名団な頭脳には遠く及ばないと人に語ったという。芥川は木吉に商品、窓を剣じて敬意を表した。沢木の病気が悪化し、神奈川県藤沢市に越すのだが、それは芥川が以前住んでいた家であった。木吉は、兄弟の純吉、剣吉と共に、木塾の一部屋を占めて勉強した。水上滝太郎の思い出によれば、三人は常に、 着ぬものを身につけ、部屋や気丈を整頓し、通夜の悪道たちとは決して交わらないので、悪道は悪口を言って、影で別世界と呼んだ。水上はその悪道の一人で、間もなく親友の交わりを持つとは夢にも思わず、白い顔の優等生を全く別世界人と決めていた。彼の実母たちは、評判の美人で、東京の街を歩いても人が振り返ったり、立ち止まるほどの女性だった。 も吉は、死別した美女の母の面影をビーナスとして脳裏に刻みつけ恋したった。父、資産家であり、家人の沢木新吉は、広大な山林の経営や日本海沿岸の物流を一手に、担い、林業と五福炭物商を営みながら、船川町長に任じられ、後に、これを辞して、沢木銀行を創業した郷土の名士であった。 福沢諭吉の思想と人格を深く警護し、4人の男子を慶応義塾に学ばせた。兄弟に一軒の家を用意し、まかないの助中を置いて、悠然と通学させていたという。教育事業面では明日基地を会長として、沢木小学会を創設し、多年多数の若者に無償の学資金を提供し続けた。 木地が亡くなった時に、沢木新吉の別荘だった一万二千坪の別荘を、小賀半島の大流寺に寄進し、落水邸としている。沢木と信仰があった民族学者であり、歌人でもある、折口忍の家妃がある。これは、名の歌人、穂積生萩が、折口の唯一の女弟子だったこともある。名、女流歌人の穂積生萩、詩人の沢木孝子。 ありがとうございます。